クレメンス9世はローマ教皇。本名はジュリオ・ロスピリオ氏。トスカーナの出身でピストイアの貴族の家系に生まれた。学識豊かな教皇であったウルバヌス8世の周囲に集まった文人の一人である。彼はオペラの大本作者でもあり、宗教オペラの様式を創出し、 初めての気画劇、苦しむ者に幸いあれは1639年2月27日に、初演されたが、その他にも、最初期のコミックオペラの台本を何本か手掛けている。若くして、ウルバヌス8世とその聖火のバルベリーニ家に気に入られ、ローマ総督、教皇施設や国務長官などを歴任して、1657年に、数奇教に昇進した。 教皇就任は1667年のことである。その短い在位期間中、前代のアレクサンデル7世とは異なり、スペインとの友好関係を維持しながら、フランスともある程度うまく付き合うよう心がけ、長年の悪臭であったローマ教皇庁の親族登用主義の廃止に取り組み、ジャにスム論争にとりあえずの決着をもたらした。アレクサンデル7世の時代に起こった。 強行軍とフランス人大使を巻き込んだ騒動で、フランス国王類十四世は、ローマ強行庁に対して謝罪を要求し、強行軍の兵士の罪を忘れないための記念碑を建造させたが、クレメンス九世はその石踏みの撤去に成功した。しかし、ガリカに住むの問題や、修道所への対応をめぐって、フランス市教団とローマ強行庁との間に亀裂が生じており、 この問題が後に長く尾を引くことになった。ルイ14世はこのように自国の境界問題については自ら指示を出すという姿勢を変えず、ヨーロッパにおけるフランス優位の情勢もあって、教皇の世俗支配は弱体化を余儀なくされた。10体の天使像を彫刻で装飾されたサンタンジェロ教英華界に浮かぶ島。 クレタ島におけるキリスト教勢力の最後の砦であったカンディアは1645年以降オスマン帝国の攻撃にさらされていたがカンディア防衛を担っていたベネツィア共和国の兵が救援を求めた際クレメンス9世はルイ14世からの援助の獲得に失敗し1669年9月5日カンディアが陥落した文化面では バロック芸術の大家で旧友のジャン・ロレンツォ・ベルニーニに,にサンタンジェロ教の装飾を依頼しており、橋はベルニーニ自作の2体含む10体の天使像の彫刻で飾られている。クレメンス9世はカンディア館落語の1669年10月に脳卒中で倒れ、その年の12月9日死去した。ありがとうございます。